4兄弟詳しいな、れさめ。あー、なるほどね。そうやな。4兄弟、4兄弟言ってるけど、今はチンチロとか麻雀で話題で。いや、チンチロがすごい評判良すぎて、関係者にもめっちゃ言われるし、あれ面白いな、って。街でも声かけられるって言ってたよ。翔く君が、あの、お東っていう一番後輩がね。博多かな、福岡に営,、ね、営業行った時に、その福岡のお兄ちゃん、おっちゃんが、あの、ちチンチロの YouTube 見てるでー、みたいな。それで声す。 かけられれましたってて言われてすごいです!」みたいな言ったら前田隆二が「俺それでしか声かけられへんで」言ってうて「あいつはいつでもおもろい」1年ずつ後輩なんですよ僕が一番先輩で僕の1年後輩がなにわスワンキーズ前田隆二その1年後輩が下田下ちゃんね元皇帝の下田でその1年後輩がダブル東の大東やねんけどこれで4兄弟って言うてんねんけど実はもともとアッパーンボーイズクラブやったんよ もともとは、僕の一年上に、ジョニー・レオポンのコーチさんっていう先輩がいて、コーチさんと俺と前田隆二三人で、アッパーンボーイズクラブやったんよ。まあちょっとわけわからんと思うけど、その、四兄弟的な名前を付けるとしたら、一回だけトークライブやったかな、アッパーンラインっていう。だから、僕はね、本当に面白いぐらい尖ってて、自分で言うのはあれやけど、昔から、今もずっと、 バチ尖りしてるんですよね、正直。まあ皆さんもなんとなく分かってると思うけど。で特に最初の頃 M1 優勝するまでは、もう周りんなもう芸人ちゃうねん、あんなもん。もうはっきり言うて。いや、あの、今はね、やっぱそのテレビで会う人とかってやっぱスターばっかりやし、面白い先輩しかおらん。もうもちろんそうやん。おもろい人しか売れへんねんから。売れてる人と喋れるから別にそこまで尖ってはないとは思われるんですけど、その当時の若手の劇場でね、 なんでこいつに敬語使わなあかんねんってやつとかええー、こいつなんやねんみたいな喋りたないなみたいなやつばっかりやってたんですよね劇場ってそういうとこなんですよもうねなんか気持ち悪い空間なんですよねとにかくバチとがりしてた俺が唯一あこの人面白いなーっていやこの人についていきたいこの人と仲良くなりたいこの人に慕われたいと思ったんがジョニー・レオポンのコーチさんっていう人でまあめっちゃお世話になったし 最初はトークライブで出会ったんですけど当時僕が19かなぐらいからもう10年以上の付き合いになりますけどずっとこの人は俺のことも気にかけてくれたしあとギャンブルとかも教えてくれたのこの人なんですね僕に僕が二十歳になってからパチンコとか、まあ、競馬とか、まあ、全部結構あとギャンブルじゃないけど麻雀とか教えてくれたもう高知さんにもう世話になってる人可愛がってくれてっていう人がもともとおってで俺おって前田隆二の3人でもともと遊んでたで高知さんがお笑いをやめるんですよね えー、で今あの大阪でかまぼこ屋をやってて俺もう3店舗出しててもういかついんですけど正直高知さんって人がまずでかくて親方ってもう俺らが呼んでんねんけどもうすごい経歴がすごい人なんですよねもう俺が言ったらなんかちょっと重んななるからあんまいい高知さんの口から聞いてあ今度 YouTube で喋ってもらおうかないやもうすごい人やねえっとね親が7億か8億借金やってみたいなで夜逃げ9回してみたいなごめんちょ回数あれ7回か8回かって かやったかもしれない夜逃げ休会してみたいなであ小卒やったかな小卒で働いてみたいなえジョッキーやって探偵やってでまあいろんな仕事やってやってやって芸人やって芸人辞めて今飲食してるみたいないやすごいんですよでこの人の俺はやっぱネタも面白かったんですけどジョニー・レオポンさんでやっぱトークがおもろすぎてねだからめっちゃ好きでしたテレビでもねちょっと喋ったりはしてはったんですけど なんか小学校の時にごめん俺が喋ったらちょっとおもんななるんですけどごめんなさいあの小学校の時にコーチさんって人が友達と鬼ごっこをしててんでで逃げててんでこうわーってーチさんでなんかその角をキュッとなんか曲がったらね逃げながらなんか母ちゃんが立っててそこにで「逃げるわよ」って言われてそのまま車に乗せられてよ逃げよ逃げというかこう逃げてんて。 だから、コーチさんまだ、その鬼に捕まってないらしい。すごいよ。<laughs> こんな短いおもろい話ある。これぜひまたコーチさんの口から聞いてください。あと、あ YouTube 出てもらおう。ないや、すごい、も、まあ、う、えぐいから、あの人の話。で、めっちゃ男気もあって、なんか、うん、結構人生の、自分を形成したこの、まあ影響を受けた人物で言うと、この人なんかな、この人の教えを、 凍てたでや2人でこうつるんでたんですけどそこにまあ麻雀しようってなった時にもう一人いるなーって言って前田隆二と出会うんですよ1年後輩の前田隆二はとんぼりっていうよう言ってた雀荘、まあ、3時のまあ三ンの福田真貴の、えー、実家なんですけどによう言っててそこで働いてた、まあ、ジャンボーイやねん最初はで3人で打つでしょ、まあ、前田隆二はうまいねんで1年後輩やねんけど俺は最初ねあんまりハマってなかった前田隆二になんやねんこいつ、まあ、失礼なやつやなと思ってて 失礼ボケ多いから。いや、失礼なやつやな仲良くならへんやろなと思ってたけど、いやなんかだんだん、こう、やっぱおもろいんでね、前田隆二。ツッコミとかも、好きになっていきましたね。で、二人で遊ぶようにもなって、初めて俺が、消費者金融から借金した時も、前田隆二と一緒に、アコムやっけな、アコムの無人契約機、順番に入るとかもやったし、で、その後パチンコ、うちに行って、二人でとか、うん、フィーバーパワフル。俺がまだ、パチンコ、全然、よう分かってない時なんか、 やりたいけど、ルールむずいな、パチンコみたいなの。思ってる時やったから、教えてもらったりして、あリュウ二はそっからもう親友になったよな。やっぱだから、俺、もうほんまに、尖りまくってたから、まあ、先輩も後輩も、ねこいつなんやねんから入るから。コーチさんだけはそれなかったの。こいつなんやねんは一発目からなかったけど、前田リュウ二とか後輩、こいつなんやねんと思ってたけど、いやー、こんな付き合い長なるとは思ってなかったよ。 前田隆二がそれで仲良くなって、次に下田なんですけど、下田も俺はこいつなんやねんと思ってたからな。たまに麻雀に来るような、もう麻雀ばっかりやねんけど。下田はね、実は、わらちゃんっていう日テレのね、アンダー20のお笑いの大会みたいなのがあった時に、俺出ててで、下ちゃんも出ててん、違うコンビで。からし年子も出ててんけど、大阪組がみんなで、まあ、新幹線の指定席をもらって、こう、ね、行くんですよ。で、大体コンビで横並びやねん。 で、俺が一番車両の先頭。で、その、俺の後ろに枯らしコンの後ろに、えー、しもちゃんのコンビで、その後ろに、えー、20世紀とかが、こう、縦で並んでる時に、しもちゃんだけなんか、俺の横来て、そちらさんみたいな、こう、ちょっと人懐っこい感じでりかけてきて、俺は、いや、なんやねん、こいつって思ってたよな、最初は。いやいやいや、お前の席ここちゃうしと思いながら。その、座席、その、細かいこと言うけど、自由席やったらええけど、指定席やから、その、うん、やめとけよって思ってた。で、麻雀にも来た。 アッパーンボーイズクラブっていうコーチさんと俺とリュウジ3人でトークライブしよう。いいっすねってなった時に、下田も入れる呼ぶどうするみたいな。その時ちょっと3人で仲良くなってたから、4人目でちょっと下ちゃんが入りかけてた時に俺は、いや、下田はいいでしょ。出すとしてもトークライブの後半ちょっとだけじゃないですかみたいな言って、まあ、結局そうなったり。だからそう。下田も俺最初はあんまやってんな。でもおもろいからなおもろいやつばっかりやねんな 結局仲良くなりましたで、ええー、やつやねん、あのね、なんで俺がこの今3人お会いしたってるかっていうと、うんま、まず面白いからやな。まあ正直、俺があんま人のこと面白いって思わんないんですよ。えっと、インタビューとかね、表で、面白い芸人いますかって言われて、こいつですねとか、この先輩好きですねっていう時はあるけど、いや、もうほ,ほんまのところ面白いと思う人が、やっぱ俺絶対的に少ない中、この3人はやっぱ面白いな。で、もう1個、ええー、やつやん、ね。 めちゃくちゃ人間ができてる。嫌なやつ一人もおらん。で、翔威くんも、麻雀で繋がったな。麻雀の輪や。うん、大車輪や。翔威くんも後から、ね、麻雀で <laughs> 打つようになって、で、飯とか行くようになって、翔威くんもおもろいからな。おもろいし、あいつ。音感ええねん。俺、そこ好きやねん。翔一くんな。音感めっちゃええねん。正確に口ずさめんねん。それが大好き。うん。詳しいなあれ染めでした。